ここだと思った。ハル、俺もこのままじゃいけないと思う。俺は今までハルが良ければそれでいいと思ってた。リンが何と言おうと、俺はハルの気持ちを大事にしたいと思ってたから。でも地方大会でハルはリンに言ったよね。夢ってなんだ、将来ってなんだ、それはお前のだろ。俺はお前とは違う。俺にはそんなものはない。もしハルが本気で今のままでいたいって望むなら、俺は何も言わない。だけど夢が見つからないだけなんだったら、俺はハルにそれを見つけてほしい。見つけてほしい。見つけようと思って見つけられるものなのか。それはもういい。その話は終わりだ。待って、話せ。俺の話を聞いて。いくら聞いても同じだ。見つけようとして見つかるものじゃない。俺は今のままでいい。嘘だ。本当はハルだって見つけたいと思ってる。ハルはそれを見つけて外の世界へ飛び出すべきだ。ハルはその力を持ってる。お前までそんなことを言うのか。どこで泳ごうが、誰のために泳ごうが、そんなの俺の自由だろ。俺はこのままでいいって言ってるんだ。いいわけないだろ。いいわけないからみんな言ってるんだ。渚もレイもリンも俺も、みんなハルが好きだから、大事に思ってるから。なんでわからないんだよ。俺たちはハルに夢を、未来をちゃんと見つめてほしくて。人の世話ばっか焼いて、おせっかいも大概にしろ。夢、未来だったらお前はどうなんだよ。決めてもいないくせに勝手なことばっか言ってんなよ。なんとか言えよ。決めたよ。俺、東京の大学に行く。言おうと思ってたんだけど、なかなか言い出せなくて。俺、勝手にしろ。ハル！